本日の、えー、と最後の講義に入りたいと思います。えっと、今まで、えーとはい、最初に RDF スパークル入門やって、で統合 DB と、まあ、D2RQ マッパーの使い方を、えー、と講義していただきました。まあ、ここまででちょうどプログラミングをせずに、まあ、手持ちお手持ちのデータを RDF するというところを大体ここで。 まあ学,んだ学べたと思いますで最後にちょっと短い時間ですけどもえっと既存の RDF とかそれからそしてできた RDF を <laughs> どうやって他の RDF とつないで使うかそういう RDF をどうやって作るかみたいな、えっと、話をしたいと思います、まあ、ちょっと雑多なティップス的な部分が多くなると思いますであの、まあ、この 最初の2つのツールはそのまあプログラミングせずに使うということでしたけどもえっとまあそれで結構まああの便利に作れると思うんですけど結局その実際こう作っていくとまあ凝ったことしたくなると最終的にはもしかしたらプログラミングをして作らないといけないかもしれませんしあとそのとりあえずできたものはえとやっぱり ななななかなかかかがらないいいととととうことはちょっっお分かりになったかと思いますであの一つ一つその丁寧にどのクラスを使ってどのプロパティを使ってっていうことをやっぱり選んでいただくような必要があ,あってそのためにはやっぱりその自分が、えっと、どういうデータベースとつなぎたいかっていうことを意識してちょっとやっぱりその辺は自分で調査していかないといけなくなります。でそこではその、まあ、一応 我々ライフサイエンスのデータベースを中心に仕事しているものですから一応ここではそのどんな生命科学データの RDF データがどういうものがあってどういうふうに読めばいいのかということをちょっと紹介したいです。であの最初にお話ししたみたいにあのユニプロットがもう10年以上前ですねから RDF を提供しているということで非常にその先駆的なデ プロダクツになっていますで実際そのいざ皆さんがその自分のデータ RDF にしようと思うとやっぱ必ずどんなふうに、えー、とモデル化したらいいのかとかどんなこう,こ,のこういうことを記述した時どういうふうに語彙を選べばいいのかっていうのはまあ大体悩んでしまうところなんですね。であのそういう時に一番いい方法はあの先輩がやってることをまあ勉強するっていうことなので、えー、とここでちょっとその そういったその世の中に出てる RDF の読み方っていうのを最初にちょっとお伝えしたいと思います。で、まずはその RDF のデータどこから入手するかっていうことなんですけども、そんなにその別にユニプロット自体が RDF を全面的に出してるわけではなくて、やっぱ普通多くの人はこういうウェブブラウザであで情報を見るんですね。キーワード検索とかをして、自分が興味のあるタンパク質のページを読むと。 いうにうには利用することになりますで、FTP サイトから、えー、とバルクで RDF をダウンロードできるようになっていまして、まあ結構いうのはちょっとやっぱりバイオインフォマティックスのちょっと専門の人が使うようなリソースになっていますね。ここから、まあえー、と取れます。えっ、ー、と、それで、ただその、これものすごく大きいもので、これを全部取ってきてなんかするっていうのはそれなりに大変なことですので。 えっと勉強をするときにはですね、各エントリーのページの、この、えっと、フォーマットっていうところがあります1。1つのタンパク質ごとにこういったページがあって、まあ、長いページがあるんですけど、フォーマットっていうところがあって、ここで、表示している以外のフォーマットのファイルをダウンロードすることができます。で、ここで、RDFXML っていうところがあって、これをえっとクリックすると、その RDFXML 形式で、この、 ここののタの一つン RDF に限ったファイルをダウンロードすることができますですのでまあこの勉強する時はこういった中適当に一つ選んでこうダウンロードしていただくといいかと思います。でただし最初にお伝えしたみたいに RDF っていろんなフォーマットがあるんですね。であの一応一番デフォルトになっているのが RDFXML っていう、まあ、要は XML で記述した RDF なんですけどこれは非常に読みにづらい。 とということであのタートルはあの読みやすいフォーマットですので、えっと、まずこれに変換することが、えっと、いいと思いますで、えっと、変換する方法は、まあ、いろいろありうると思うんですけどもラプターっていう RDF をパーズ・シリアライズするライブラリがあって。 まあ、あのいろんなプラットフォームで使えると思うんですけども、えー、とそこに、これを、ね、インストールしていただくと,、えー、と、その中にこのラッパーという名前の、まあ、コマンドラインツールが入っています。で、これを使うとですね、あのまあ、ここにちょっと使い方で書きましたけども、えーと、入力のフォーマットを指定して、あと出力のフォーマットを指定、この場合はだからインプットとして RDFXML、アウトプットとして Turtle を選んで,で、そのユニプロットからダウンロード,ロードしてきた XML のファイルを 渡すと、えっ、ー、とそれをタートルに変換してくれますので、まあこういった形でちょっと読みやすいフォーマットにしてから、えっ、ー、と閲覧するかと便利かと思います。ますはい。マジ？そうか。あ,ドドかかあのウェブサイトから。はい、あまあいいや、<laughs> 後でやりますか。はい、あそれはいいいい情報でした。 えっと、はい。えっ、ー、と、ユニプロットに URI って www で始まっているけど、それで。はい。パーツるんだろう。そうなんです。じゃあ、リンクとオープンデータになってる感じです。<laughs> はい。で、えっ、ー、と、ユニプロットのページってすごく長くて、まあ、この先、さっき出してたのは先頭の部分ですけども、もうちょっとまあ、 これも一部ですけどずらずらずらと続くわけですね。で、えっ、ー、と、最初に例えばこの RDF を使いたいときに、このどの、こ例えばまあ自分が例えばここに興味があったときにどうやってそれを取得するのかとか、どうやって記述するのかっていうのをまあ見ていきたいわけです。で、あの、一番中えっ、ー、と、全体の構造としては、このタンパクの URI が一番まあトップに来るようなツリー状の構造になっていて、 これがそのユニプロットが定義しているプロテイインンンクラスのインスタンスのタになります。ユニプロットの世界では全部がこうプロあのタンパクのエントリーに関しては全部がプロテインクラスのインスタンスとして定義されていてで残りのずらずらとした情報はこれの下に、まあ、RDF の場合そのこれを起点としたネットワークとしてこう記述されています。 で例えばまあ最初の例としてですねこのページの上の方にあるこの例えば、えー、と何をやったかなプロテインネームのこれはメニンというプロテインネミネインネいう名前がついていてあとジーンネーム遺伝子の名前がメンワンという名前がついているとこれウェブでこんな風に表示されているやつが、えー、とどんな風に記述されているかということなんですけどもあのその部分だけ抜粋したのがここになります。であの プレフィックスは、えー、とユニプロットが定義しているあのオントロジーだけ、このデフォルトの、えー、とプレフィックスを用意していて、それだけを使って記述していますけど、ここでは。えっ、ー、とですね、まず、まあ、単純に考えれば、このプロテインの人ネームはメニンって書いてあればいいような気がするんですけども、実際そうではなくて、えー、とまずエンコーデッドバイという術語が使われています。でその次に まあこれをエンコードしているまあ遺伝子を表す u r 来があってこの同じ色の部分は同じものを指してますこの遺伝子を指す何かはまあジーンと定義されてますねジーンクラスの何かですよとでこのジーンクラスのラベルとしてまあスコースというオントロジーがあるんですけどスコースというオントロジーの中のまあラベルえっと優先ラベルとプレファレンスラベル という術語を使って <laughs> このメンワンという名前を記述してますだからまあここの情報を取得するためにはまあこ,うこういう形の構造の RDF からまあ適当にスパークルを変えて取る必要があるとで次もまあまあ一緒ですねこれ今遺伝子見ましたけどプロテインの場合も同じくプロテインの場合はえっとですねリコメンデッドネームという術語があってそれがじゃあその名前指すのかと思ったらそうではなくて何かその 名前を表すリソースみたいなものがあってでそれが最終的にフルネームという術語でこのメニンというラベルを、えー、と指示したちょっとあの複雑ですねあの一発で取れそうな感じがすりますけども、えー、とワンホップ先の、えー、と,ところに実際取我々が、まあ、取りたいラベルっていうのはあるという感じですね。ここに関してはそういうい構造です <laughs> で次ははいちょっともうちょっと複雑なパターンです同じとこですけどもその下にそのオーガニズムであとマウスが定義あ記述してありますこれはあのマウスから取ったタンパクですでこのマウスっていう情報このムスムスカリスカコマウスっていうこういった情報をどうやって、えー、と記述しているかどうやって取得すればいいかということなんですけどもこのえっ、ー、と このエントリーページからダウンロードできる URI の中あ、このページからダウンロードできる RDF の中には、この2行だけ記述されています。えっ、ー、と、あ、まあ、これはさっきと一緒ですね。この、このプロテインは、えっ、ー、と、オーガニズムとして、この、まあ、これタクソノミー ID ですけど、オーガニズムとしてこのタクソノミー ID ですよと。で、えっ、ー、と、これ以外の、その、つまり、 このページからダウンロードできる RDF の中にはこのムスムスカルスとかマウスという文字は入ってないですね。どこにあるかというとこのタクソノミ ID だけをコレクションしたタクソノミ .RDF というのがやはり FTP で配布されていてこれはそのユニプロットの中に現れてくるような生き物の,そのタクソノミの階層情報の RDF というのが別のファイルであります。 でそのファイルを見に行くと、この、えー、10090というタクソノミ ID に関する詳細な情報が記述してあって、まず、この世界の中では、えー、とこの10090というのはタクソンというクラスの、まあ、インスタンスですよと。で、その中の、えー、と例えばコモンネームという述語で、このマウスというラベルが書いてあります。 それからここで使ってるムスムスカレスという学名はこのサイエンティフィックネームという術語で、えー、と記述されています。でさらにあのもちろんこの階層情報あータクソノミーなので階層情報があって、えー、と上に上がる階層は、えー、とサブクラスオブという術語で記述されています。えーとまあ、あのお分かりののようにあのタクソノミーなので えっと、例えば一番トップはババクテリアとかアーキアとか、えっと、ユーカリオートとか書いてあるわけですけどそこからそれのサブクラスサブクラスサブクラスと下っていって最終的にあのこれランクスピーシーズのランクとして、えっと、この10090が定義されているですのでさっきあの山本さんの講義の中であったプロパティパスみたいなものを使うと任意の、えっと、タクソノミー ID の下にある、まあ、生き物全部。 を取ることとかが割と簡単にできます、ね、かりますかえっ、ー、と特定のまあ今興味のあるタクソノミーを1個指定してその後プロパティパーサブクラスオブのプロパティをつないでいってかつランクごとにスピーシーズとかファイラーとかそういったランクごとにちゃんとランクが定義してあるのでそこで、えー、と自分の欲しいランクを取ることで、まあ、スピーシーズ一覧とか。 えとファイラー一覧とかそういういものが取れるわけですで逆方向のリンクつまり自分より下位ですねこの場合あのサブスピーシーズムザンで下にサブスピーシーズがあるんですけどサブスピーシーズに関してはえとこのスコースっていうオントロジーのナロワー・トランジティブという術語でこれより下位のえとタクソノミ情報を記述するというような構造になってますじゃさらにもうちょっと凝ったえと情報 はどうやって記述するかというところなんですけどもこの、えー、とタンパクの、えー、とジンオントロジーですね遺伝子のファンクションのに関してどうやって記述しているかと。でえっ、ー、とまあバイオ研磨基地系の方はジンオントロジーご存知かと思いますがあの遺伝子の、まあ、機能に関して、えー、と階層的に、えー、と整理したようなオントロジーで。 まあ、あの遺伝子機能のアノテーションには非常に一般的に使われているオントロジーになります。でこの、えー、と遺伝子の、えー、とモレキュラーファンクションとしてまずらっとこう一覧されてるんですけども例えばこの一番トップかなクローマーチンバインディングというオントロジージンオントロジーがどうやって記載されてるかというとここではあるタンパクの「クラシファイド・ウィズ」という述語を使ってその次に えー、まあダイレクトにジオントロジーのことが書いてある。で、その先ほどのタクソノミのパターンと一緒で、このタンタンパクエントリーからダウンロードできる RDF にはここまでしか書いてないですね。で、このジオントロジーの ID をどこで見るかというと、同じくまあ別のファイルでえっ、ー、と GO.dot.RDF というファイルが配布されているので、その中を見るとこのジオントロジーの詳細情報が付いていて、まあここでラベルとして クロマチンバインディングというラベルが得られるのでやっとこのウェブで見られるようなこの文字が文字列が得られると。はい、これはそのここを取ること自体はタクソノミーと同じでなのでそれほどもう難しくはないと思いますけどもでは次にですねえっとユニプロットのいいところは、えっと、非常にそのある記載されてる情報がどういう根拠で 記述さされれてていいいるるののか、えー、とととうがきちんん全部定義されてるところなんですね。で、それは例えば、えーとまあ、ホモロジー検索の予測レベルで機能がアノテーションされているのかそれともちゃんとした研究論文の中で実験としてその機能が確かめられているのかっていうところの、まあ、エビデンスがちゃんと,、えー、とそれぞれの記述ごとにきちんと記述あのそういう。 由来情報が記述されているというところがまあ非常にいいところなんですけどもそれをどうやって記述しているかというのが次の話です。で今そのクロマチンバインディングという GO をどうやってえとここに記載したのかというところがこのソース MGI というまあラベルのところにリンクされているんですけどもでこの MGI というそのマウスのゲノムのデータベースですねそのマウスゲノムデータベースの中からまあこれを取っているんですけども。 それに関してはどういうい記述まずあのまあここは一緒ですねそのプロテインがクラシファイドウィズという術語であるジーンオントロジーを持っていると。でこのジーンオントロジーこの関係ですねえっ、ー、とここでちょっと難しい表現が出てきてますけどもえっ、ー、とこのなんかすごく複雑な記号を持って があってでその中に、えー、とこういったサブジェクトプ d デ,ディケートオブジェクトといういわゆる SPO が述語として書いてあってで今このこのタンパクはクラシファイドウィズ RGO っていうのがこういったその別々のトリプルとして書かれてるんですね。でそれをさらにこのアトリビューションという述語を使ってこの 新しいまた記号の URI があってその URI が別のところに登場するんですけどその中に例えばその由来情報ですねとかそれがどういう文献に書いてあったかとかいうことが書いてあるんですね。でなんでこんな記述をしているのかってちょっと初めてだとよくわからないと思いますけどこれ RDF レイフィケーションという記述の仕方があります。で、えっと、実際 RDF 書いていくとその SPO をつななげてていいくくくだだけととかに思うケースが出てくるんですでそれどういう時かというとこの SPO という文章ですねあるタンパクがある遺伝子あジンオントロジーまあタンパク機能を持っているみたいな文章この文章自体に何かを言いたいというケースその時どうすればいいのかですねその文章自体は一つのノードになってない。 のででしにくいいとう話なんですけどもそれがを、えー、とポイントすることができるようになっていて、えー、とそのどうするかというとこ,ういうこの SPO を RDF ステートメントですよっていうふうに宣言してそれを表す別の URI を準備するんですよ。ろしいでしょうか。えっ、ー、とこのこれを指す何かが欲しいんです SPO を指したい。 でこの括弧点線でくくった SPO に別の S2 っていう名前を付けました。でこの S2 を付けたんですけどその S2 がどういったものかっていうことを書くためにちょっとかなりまあ冗長な感じはしますけども S2 はサブジェクトが S1 でプレディケートが P1 でオブジェクトが O1 なステートメントですよっていうことがこんだけ書くとまあ書けるわけです で一度これが一つステートメントって指すための URLI ができるとこの人に対してこれを目的語にしたりこれを主語にしたりして新たな、えー、とトリプルを記述することができますよねこうやってこのトリプルのネストをしていくことができるわけですでさっきの例で言うと結局何をしたかっていうとあるタンパクがある機能を持っています っって言ったときにその文章はそもそもどういう根拠でつけたのかっていうのを言いたかったのでこのレイフィケーションを使ってるわけですねちょっと戻ってみますねえー、とこのタンパクはこのジーンオントロジーの機能を持っていますとでその文章はもう一度ここに繰り返されてるんですねサブジェクトがあるタンパク 述語がクラシファイドウィズでオブジェクトがある GO でこういった文章一つに対してこのなんかちょっと長ったらしい ID が作られ URI が作られていますで一度この URI ができるとじゃあこれはなこれに対していろいろ物申すことができて例えばここでやりたかったことは、えー、とこのエビデンスをつけてるんですねエビデンスエビデンスコードというオントロジーがあって、えーとまあ、これを 我々このユニプロットさんが言ったのはこういったエビデンスに基づいているでこのエビデンスコードの意味はですねこの場合はダイレクトアッセイエビデンス,スユーズドインマニュアルアサーションとマニュアルな、まあ、人間が、えーとまあ、文献とかを読んで、えー、とつけたあのそれを根拠にしてこれを我々は言ってますよという意味です。でまあ こ,のこれも同じですよねそのマニュアル作業したかどうかでトゥルーです。でソースとしてパブ e ドの ID がついていてこのパブ e ド ID の文献を読むとおそらくこの機能をつけたっていうことがまあ書いてあるんだと思いますねいい。というようなそのあとまあクリエイターもありましこの情報を作ったのは GOA プロジェクトっていうあのジンオントロジーのアノテーションをするようなまあプロジェクトがあるんですけどこのプロジェクトの中でこのえっと 文章が作られましたというようなことを書いてある、まあ、ちょっと冗長ではあるんですけども、まあ、これだけ書くことでそのどのレベルの精度の情報かで本当にその情報の最初のソースはどこかということまでが記述されています。でまあ一多分このユニプロットの RDF でちょっと一番読み方が難しいのはこのレイフィケーションを使ったところなのでこのパターンを覚えればまあとはちょっと。 面倒くさいですけどまあエディターでこう上行ったりしたり,たりすることで大体読み解けるかと思います。でまあついでちょっともう打速ですけど他のパターンとしては例えばですねこのユニプロットの中でタンパク質の相互作用みたいなのがインタクトというデータベースを使って記述されてますねでウェブ上ではこんなふうにある今も注目しているタンパク質と相互作用するのは2種類あるらしいですね。 これがどういうふうに記述されてるかというと,、えー、とこのタンパクはインタラクションという術語を使ってインタラクションする何か URI インタラクション情報が書いてある URI があるとでこの URI はどういうものかというと、まあ、型を見るとインタラクションという型なんですねだからこのタンパクと直接相互作用する何かが書いてるわけじゃなくてその相互作用に関する記述をするための URI があってで じゃあこの相互作用の中に何が書いてあるかというとこの相互作用に関わってくるタンパク質が2種類書いてある。で、えっと、1つはまあ自分自身ですよね。だからこの緑で書いた方が誰か別のタンパク質の情報で,でそのタンパク質っていうのがまた別のところに書いてあって、まあ、それは何かというとこのユニプロットのこの P23204 とまあセイマーズ、まあ、同じものですよと。 こちらは多分のイン a クトが使っている ID だと思うんですけどもこのインタクトが使っている ID とこのユニプロットのタンパク質は同じものなんですよと。でそれがこの今注目しているタンパクと相互作用してますよというようなことが書いてある。こんなような RDF に問い合わせをすればこの図を作るための元情報は取れるわけです。こんなふうにしてちょっと初めはちょっとあ面倒くさいなと思うかもしれないですけども きちんとあのプロが書いた RDF を読んでいくとっ、えー、と,となくまあこれぐらい書けばいいのかなというところがわかるかと思います。であの他にそのどういった、えーとまあ、お手本があるかという話ですけどもあとは飛ばしますが RDF プラットフォームっていうのを EBI が作っていて、えー、とここで利用できるのはアンサンブル、えー、ケンブルバイオサンプルエクスプレッションアトラスバイオモデルズリアクトームというような、えー、と6つの デーータベースが RDF として利用できますでここがいいところはですねこの RDF のスキーマ図が提供されているところです。なのであのああいう文字ベースの RDF を読んで構造を読み解くっていうのはまあちょっとだけ大変ですけどもあの、まあ、こういう図が書いてあると。 そもそもどういうクラスとどういうクラスがどんな関係にあるのかどんな術語でつながっているのかっていうのが視覚的に分かるので理解を相当助けてくれると思いますのであの先にこの図を見ながら r d フを読み,読み解いたりスパークルを書いたりするということをお勧めします。で別の,あの重要なリソースとして PubChem っていうのがあってこれは NCBI が作っている、えー、とケミカルの えっと巨大なデータベースですけど、それの R. D. F. もえっ、ー、と利用オープンに利用できます。ただし、あのー、ユニプロットや E. B. I. の R. D. F. は。えっ、ー、とすべてあのエンドポイントが提供されていて。直接あのウェブからも、あのスパークル問い合わせができるんですけども。ファブケムは、それがあのオープンにされていないので、ちょっとこれはですね。えっ、ー、とご自身、ダウンロードして、ご自身で、えー、まあ。トリプルスワを立てて。 インストールしてあ、ロードして使うというような使い方しか今のところはできないようです。で、その一つの理由はですね、これむちゃくちゃ巨大なんですね。あの、今のサイズはここに出てますけども、1000、一つのデータベースで1000億トリプルっていうサイズで、これはなかなかその、あんまりうまくロードできるトリプルストアもない,ないかもしれないし、あの、問い合わせされても困るのかなというようなところはあります。